山おこし共同体です。おぉマジですか。いや、おかしいでしょ。うるせえ、うるせえ。コチュボチャンネルへようこそ。届いてないっていうね。はい、すいません。ということで、はい、いきなり始まりました。始まった。もう最高、最高です。はい、ということで、今日は島おこし共同体の方々にね、来ていただきました。うわー、すらー。はいはいはい、怖くてごめん。もうオファーかけて長かったっすね。長かったっすね。長かった。全然来ない。いや、怖くてごめん。全然来ない。全然来ない。もう現役、現役、現役ってことですか。はい。で、OG ですか。OG です。へー、面白。俺何怖くてごめん。おじいさん、おじいっす。おじいっす。おじいっす。なんでもない。ただ人工芝生えたおじいっす。おじいですね、おじい。おじい。小川さん、かまさかさん、千原さん、エニアン、ガンちゃん。怖くてごめん。いや、ちょっとうるさい、うるさい、うるさい。エリアン、エリアン、入れ替わってる。君の全然全然ちょっと引っ張るね。俺が恥ずかしくない。小川さんから。私は長崎県対馬市です。え？対馬市？いや、かおちゃんとしたらもう小川さんとしたらもう今の中津島を支えた小川県。じゃあ何町？じゃあ何町？何町ですか？あ、峰町。峰町の。あ、峰町。え、吉田すか？いや、峰です。怖くてごめん。じゃあ、鎌坂さん。僕も長崎県の。の長崎市。長崎市の、ど、な、なに、なにですか。三和町。三和町、三和町って田舎の方ですか。田舎の方ですね。田舎の方ですか。はい、じゃあ、千原さんは熊本県です。え、熊本県。熊本。はい。の、え、まあ、分からんけどね。でも熊本の僕、益城町です。益城町。あ、ちょっと待って、益城行った、俺。緊急援助隊で行ってきました。あ、そう、あ、そうなんすか。じゃあ、嘘乗ってるかもしれないです。マジ、え、僕ずっと避難してました。でしょ。はい。いや、え、マジか。ちょっと、やってなかったらもっと真剣な話しかった。打ってなかったらもっと真剣な話しかった。で、エリアンは福岡県、福岡市。あ、そう、そうやったですかね。うっそやん。まあ、まさかこのメンツでこちぼばあに来てくれるとは思われたんすね。いや、私もなんかこの感じとは思わんかった。いや、それはそうでしょ。え、じゃあ何を目的に島越し共同体共同体になられたのかという聞いてもいいですか。ちょっといきなり動画始まってんですけど。いや、すごい。ちょっと飲み物飲みながらだもん、絶対いい。確かに。お、おじい、お母さん、なん、え、島越し共同体何、何年ぐらい。丸3年。丸3年。え、お母さん3年間。はい。え、マジで俺知らないでしょ。同級生です。ブッサンと。はい。6、7年代じゃないですね。え、お母さん 何を次やるんですか。空き家の活用とかインスタグラムで情報発信とか。つしま人ね。つしま人っていうアカウントはお母さんがやられてるんですか。あ、そうです。あ、すごい。あと、あの宿泊施設は今準備中で。どこですか。チロモの方に。チロモ。はい。マニアックなとこ攻めるね。おいくつですか。28です。いやいやいや。そういうのをするのが好きなんですか。まあ、言ったら会社って誰かの下で働くわけじゃないですか。社長にならないから。いや、めっちゃわかる。はい。なんで、まあ、結局最終的には自分で何かを、まあ、社長としてやりたいなって。なるほど。あ、まあ、わがままってことですね。はい、めちゃめちゃ分かるです。めちゃめちゃ分かる。ガがちょっと強めで。ああ、そうなんですね。お母さんですね。すいません、いただきます。はい、どうぞ、いただきます。いただきます。はい、いただきます。はい、いただきます。いや、もう急遽ね、今日はね動画撮らせてもらってます。すいません、急遽どこじゃないですよね。で、鎌坂さん、鎌坂ですね。鎌坂さんは、長崎出身ですよね。はい。で、島越共同体何年目ですか。もう3年目になります。え、マジで3年もった、島に。マジですか。え、つまりどこにいらっしゃったんですか。伊豆原、くたに。マジで。くた中、俺くた中。マジっすか。くた中。くた中ではない。分からないと。あ、とりあえず、伊豆原さん、おはようございます。はい、ナイス。ふわ
うわ。え、活動的には何を？津島の海藻を調べる。海藻、海藻なんだ。今対馬中の海藻がなくなって、そうなくなってる。なくなってます、ね。ひじきとか、そうです。まあカジメとか、マジないんですよ。なくなってるので、まあ少しでもまだどこかに残ってるんじゃないかっていうのを対馬、まあ、中探して回ってるのと。ここにも残ってますよ。あ、本当だ。対馬に海藻がない原因は何だったんですか。これだっていうのはない。え、でいろんなことが積み重なってもう負のスパイラルでどんどん海藻なくなっていってる、でそこから回復できてないっていうのが今の現状。こう一人一人にできることとしては、あの対馬の、なんて排水問題ですね。あ、そのまま垂れ流しですからね。だから洗剤とか、そうですね。ああ、それはあるダメやね。それは僕も思います、ね。なのでこう一人一人にできることとしたら、こうなるべく環境に優しい洗剤を使ったりとか、うん、で長崎の方に また変えられるんですかね。そう思いますか。はい、変えちゃダメですよ。そうなんですよ。そう思って僕はもう定住のつもりで。マジっすか。そのままですよ。やばない、そのまま絶対よ。え、マジっすか。対馬最高やん。え、マジっすか。いや、マジで。え、ちょっと待って、え、マジっす、え、マジ素晴らしい。変えらないっすか。いや、ちょっとね、やっぱりそういう人が追ってくれたら助かるよね。なんで残ろうと思ったんですか。こう山椒がいる島ってちょっとしかない中で、こう自由に観察したりできる島って言ったらもうここしかないんですよ。山椒魚、山椒魚ってあのトカゲみたいなやつ、トカゲみたいなやつ、川にいるやつで、今対馬に2種類いるんですけど、どっちも世界で対馬にしかいない。マジで。いやー、わかるな。俺の家の裏めっちゃ山椒魚。ガチガチガチ。市役所の玄関に今水、ね、海藻を植えてる水槽があって、ね、ええー、そうだと思う、はい、でそれ島水って名付けてるんですけど、で僕が全部海藻とか魚とか海から捕まえてきて市役所で展示して、あっ、やってんだ。僕がマジっすか。俺の子供たちめっちゃファインよ。いや、島水市役所に行ったら、来ます、来ます、まず全然起きますよ。どうやって子供たちにこう海の中知ってもらうかっていうので、その一個で市役所に置いてるんですけど、素晴らしい、あ、素晴らしい、めちゃくちゃすごい。ちっちゃい水槽をいろんな事業所さんに置いていって、でこういろんなところを、そのここの水槽見たいからお客さんこのお店に行く、であっちにもこの水槽見たいからこのお店にっていうのを、それを先に言わんと。その先に言わんと。それを言わんと。撮ってました、最後に。いや、撮ってましたね。はい。あざとを残すか。彼女いますか。はい。隣にいます。マジか。マジか。千原さん、マジか。イエローカードする。そうダメよ。改造の話戻って。逆に。そう。まあ、ちなみにどこが好きだったんですか。おるな。これはブレイクやん。ちょっと どっちから行ったんですか。付き合ってくれて。僕から。だからない。どこ付き合ったんですか。付き合った。じゃだってあれやじゃないですか。年下でしょ。プラス1個下ですね。はい、でしょ？どうだろう。全はーい。はい、出た。もうダメ。チャールナス。やらく。わざっす。やらじゃん。インスタ見た。おーえ、ありがとうございます。見た。めっちゃ嬉しい。今日飲みすぎてますけどね。もう寝ろ。寝ろじゃない。